はい、皆さんこんばんは。ドラゴンクエストヒーローズ2やっていきたいと思います。前回ね、戦いが終わりまして死闘でしたね。行きたいと思います。行きます。前回ね、ダラル王がいなかったので行きます。続きにね、ダラル王がいなかったので、ダラル王を倒しに行くところだと思いますね。いやもう大詰めです。総大将というところですかね。ダラル王というのは雲の上に乗ったやつですね。そいつがいなかったんで、こちらから攻め込もうというところです。セザール、お前はモーリアスを、お、ジャミラスみたいな、上からも来るぞ。お、フェルノクオンお出ましか。総大将が揃い踏みってわけですか。手間が省けて助かりますよ。貴様、王としての誇りは捨ててしまったようだな。殺す、ダラル王のため。なんか正気を失ってます。こんな狂ったやつが王様でいいんですかね。なんだか様子が変だもん。正気を失っているみたい。とても説得できるような雰囲気には見えませんね。なら思い切ってぶっ飛ばすまでだ。だな。行くぞ。2対1じゃないや、2対4か。行きます。とりあえずこいつからやりますか。フェルノークを、どういうな、一匹速攻で倒しますよ。力の速さのモーリアスを呪文の使いでフェルノークを、フェルノークを毒出してきますね。厄介っす。フェルノーク先にやらないとちょっとまずいことになりそうなんで、速攻で倒します。いた、毒った、いた、強いな。大喜利の前、うわ強っ、マジか。フェルノークの強さが鬼畜なんですね。多分フェルノークというかモーリアスの方か、モーリアスの方の強さがやばいんですよね。危ない危ない。ドクタっての厄介やな。一回出せて、いけない、毒の沼が邪魔で。外交山、氷河山、連続落ちと毒厄介だな。毒の対策立てないときついな。おかしい、頭おかしい。パペットマンたちが現れた。おほいみ、厄介だな、厄介だな。確かに、まあな、パペットマンを速攻で倒しておかないと踊らされるんで。踊ってる踊ってる、やばいやばい。同僚だ、同僚だ、やばいやばい。でホイに入れてライデイン、フェルノーク倒せばね、かなり楽になると思うんですよね。キャラ変えて、扇の舞、回転演武で、扇の舞、あ、また毒か、きついな。扇の舞とこの毒の沼っぽいのがすごい厄介。真空切り、真空切り効いたよ。すいません、手ほいみ、真空切り、真空切り、フェルノークをやっつけちゃいましょう。
だな、そっちの方がいいと思う。ヘルノークやらないとかなりまずい。デフォルミー、ほとんど歩けないな。もうパペットマンのせいでほとんどもう歩くスペースがないですね。動画座、歩くスペースがほとんどないですね。デフォルミーもう打てない。あーもうまた踊った、やばいやばい。ベルノークを先に沈めて、まずい。あーまた踊った、これまずいな。歩けない、パペットマンのせいで動きが取れないっす。うわ、マジか。復活はまだあるんで、踊っていると。ヘルノークどこだ、とりあえず。オッケー。とりあえず一匹倒しました。なんとか片方をやっつけたな。この勢いで一気に終わらせるぞ。もう一匹も終わらせますよ。復活を。踊ってんのが非常にまずい。パペットマンすごく邪魔なんだが。一匹ずつパペットマン減らしていかないとさっきみたいになことになるんで。オッケー、止まれ。おお、やばいやばい。稲妻、危ない。モーリアスの方が強いですね、完全に。どうなってる、どういう状況今。とりあえずパペットマンこいつ倒して、 MP 回復を入れ、飛行山ちょっとホイミン仕事してくれ。モーリアス強いな。回避やられたのか。まあいや、うわマジか。復活とまだあるんでテディに使います。マーニャに使っても多分すぐやられると思うんで。動画さん、気を抜くなよハッサン、やつはまだやる気だぜ。ですね、凍らないなこいつ。いけいけ、総力戦ですね。あともいた、氷河山からの回避入れて、オッケーオッケーオッケー。氷河山からの攻撃と。どこにいるモリアス、危ない。パペットマンも数減ってきましたし、ギリギリだ、お互いギリギリですねこれ。 OKOK、 かわせよで、氷河山、オミロン仕事しないな、危ない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 。氷河山回避、危ない危ない。氷河山
あ、やられた。テリーか。テリーとタイマー。あ、踊った。ここに来てパペットマン。やばいやばい。稲妻雷光山回避。危ない。で、稲妻雷光山回避回避と。うわやばいやばいやばい。まだ来る。危ない。雷光山回避と。ナイスホミノ。雷光山火かわして。雷光山回避。雷光山回避かわしてかわしてかわして。雷光山危ない危ない。で、雷光山回避。うお。どこいるどこいる。砲弾いった。危ない。ギリギリでしたね。ギリギリですが、なんとか勝ちました。危な、強かった。きつかったですね、かなり。かなり口数減ってたと思います。申し訳ありません。やったい、勝った、勝ったぞ。魔物の王様たちもなかなかのコンビネーションだったけど、私たちの方が数枚上手だったわね。うん、数枚というか、まあ、1枚あるかないかでしたけどね。けど、森保もフェノルク王もなんだか様子が変だったわね。あとはダラル王ですか。雲の上に乗ったやつね。喋り方は普通ではなかった。王たちに何か異変が起きているのかもしれん。ってことは、ダラル王にも何か妙なことが起きているのかもしれないな。とにかく早くダラル王に会おうぜと。まとめて王を片付けましたね。なんか全部の、モンタレラ地方の全部の王を倒しに行かないといけないんじゃないかって、ちょっとなんか不安を感じてたんですけど、一気に片付けてよかったです。アストロンとかも覚えれるのか。タイミングよく防御すると、あ、これいいですね。テンションがかなり上昇しやすい。強化、まああとは強化してもしょうがないですね。うん、使えない特技、これモロハギリ弱いんで外しますか。モロハギリ弱いですね。こっちの方がいいな。ほとんど使ってなかったですからね、モロハギリ。回転演武が弱くて、剣の前の方がいいな。誘う踊りもあんま使わないんですよね。してと、こういう付け替え的なこともできるんですよ、このゲームね。炎天山、煉獄斬り、まあこれはこういう感じでいいか。ということで、また次回、ダラル王のところに行きたいと思います。まあ、ちょっと早いんですけども、この辺で一旦このパートを切ろうかなと思います。ダラル王、この後物語がどうなっていくのか、こうご期待ということで、お疲れ様でした。ここまで見てくださってありがとうございました。お疲れ様です。